優雅ブランドディレクターののりきです。今回はブランドの方向性と SNS についてお話をしていきたいと思います。実際にブランドさんが、SNS って活用した方がいいのかな、どうなんだろう、どういう風にやればいいんだろうっていうような、ご質問を最近いただいたので、それについてお話をしていきたいんですけども、実際に私たちにご連絡いただいて本当にゼロから立ち上げますよっていう方々に関しては、この内容というのは実際に一緒にやっていく中で、クリアされることなので、あまり問題がないかなと思います。どちらかというと今もうすでにブランドをお持ちの企業様や、個人の方々といったところに対して、お話の内容は進んでいくという形になりますので、ご視聴していただければ幸いです。まず、問題になるのは、ブランドがありますと。で特に組織の、要は組織になっている方々ですよね。でここの組織での共通認識が、されていないというところが、この SNS をやったらいいのかな、どうなんだろうっていうところまでフィールドに来ていないってところなんですよ。それのもっともっと前段階のところで問題があって、この全員にこのブランドってこういうブランドなんですよっていうのを共通認識をしてもらう必要があるわけですよね。でそれはなぜかというと SNS というのは基本的に情報をお客様、皆様ユーザー様に、訴求するためのツールであって、この訴求する内容が定まっていないにもかかわらず SNS をどうしたらいいんだろうっていうのは、まだその段階にすら来ていないってことなんですね。本当に伝えたいイメージだとか伝えたい内容で、訴求しなければ全く意味のないものになってしまうので、ここのブランドの何がしたいのか、どんなブランドなのか、どういう方向性でブランドを進めていきたいのかっていうところが決まっていないと、この SNS っていうのをただちょっとやってみただけでは、全く期待する効果は得れないということです。なので、やっぱり、ここの、核になる部分が、皆さん、組織なら組織、個人なら個人、ここでいいんですけども、共通認識ができているかということです。どんなブランドですかって質問したときに、ちょっとこうブラウスとかとか、ちょっとワンピースをやってるようなブランドで、価格帯は1万円でとか3万円でとか、そういう話ももちろんアイテム軸で考えるとそうなんですけども、実際に、このブランドの世界観ってこういう世界観を作りたくて、実際この、ブランドっていうのは、こういう方々に向けてこういうイメージで、情報を訴求して、販売を行っていきたいですよっていう、要は方向性ですよね。でその大きなカテゴリーの中に、どういうアイテムがあるとか、どういう価格帯ですとか、要はそういうような、商品ベースの話になってくる、商品軸の話になってくるということです。なのでここはしっかり、組織は組織、ここならここで、共通認識としてどんなブランドなのか、またはどのようなブランドにこれからしていきたいのかっていうところをはっきりさせておく必要があるわけですね。明確にしておくということです。それをもとに SNS でじゃあどういうような、方々に向けた発信をしたらいいだろうかとか、どういうような、ブランドの説明やブランドのイメージ、分かりやすいようなイメージを皆様に、伝えるためにはどういうような方法を取ったらいいのだろうかっていうような話になってくるわけです。なので一概に例えばフォロワー数を頑張って増やさなきゃとか、エンゲージメント反応率を多く取らなきゃとか、そういうような話っていうのはもっともっと先の話なんですよね。もっともっと基本的なところから、考えなければならないので、とにかくこのブランドがどういう方向なのか、そしてこのブランドはどういう方々に、情報を届けたいのか、そしてどういうイメージでってことですね。ここ一番重要です。どういうイメージでどういう方々に届けたいのか、これが SNS をやるときに非常に重要になってくるっていうところです。例えば事例で言うならば優雅というブランド、私 SNS で、そんなにそんなにエンターテインメントに振り切ってすごいハイテンションで、何かをやるっていうようなことっていうのは、やってきていないわけですよね。で、これが例えばすごいハイテンションでエンターテインメントに振っているような訴求の仕方をしてしまうと、ブランドのイメージっていうのは本当に今のままなのかっていう話なんですよ。要は優雅の EC サイトを見てもらえば分かるんですけども、やっぱり優雅って少し重厚感があって、
重みのあるようなブランドとして私たちは進めていきたいというふうにデザイナーの花江とはやっぱ話してますので、そういうようなイメージっていうのを、SNS を使って例えばエンターテインメントに振り切ってしまってイメージを台無しに壊してしまうというようなこともありますので、そういうようなところをしっかり、すり合わせてこの発信、この情報の訴求でいいのかっていうところを、作っていくと、そして発信していくっていうところが、大切になってくるかなと思います。なので今回は、これで動画は終了しますので、引き続きご視聴していただけたら幸いです。